クラッチカフェはセレクトショップなんですけれども、ただ物を置いて売るっていうことではなくてですね、人が集まる場所っていうふうに考えました。こだわったコーヒーが飲めるカフェを作り、ロンドンで今人気のですねダークアーツコーヒーというところと提携しましてやってます。で実際に、我々がね日本で作っている、まあ、雑誌ムック、こういった本をたくさんラインナップ揃えてですね、コーヒーを飲みに来るだけのお客さんも大勢います。でもそういった人たちが我々が使っている商品に触れて見て知ってもらうっていうようなね、そういう場所にしてます。イベントなんかも結構頻繁にやってて、トランクショーだったりポップアップだったりパーティーイベントもやって、もうその時はね200人300人という人が集まってくれますけれども、我々クラッチのファンっていう方が集まってくれるようになってますね。クラッチカフェをオープンする、まあ、きっかけっていうのが、まずベースにクラッチマガジンがあって、雑誌ですね、そこの雑誌で紹介してきた誠実なものづくりをしている素晴らしいブランドたちがいっぱいありまして、こういったブランドをねより世界に広めていきたいという発信欲が、お店の前にまず CC ショーという合同展示会を、開催するきっかけになっていて、さらにさらに素晴らしいプロダクツに触れてもらう場所としてお店を始めるって決めました。お店の場所をロンドンにした、最大の理由っていうのは、日本の素晴らしいものづくりを海外に発信していくって考えてたんで、国内でやるという選択肢はなかった。クラッチマガジンがそもそも、イギリスの、ロンドン発のメンズファイルという雑誌とですねコラボレーションをずっとやってまして、まあ、そのね雑誌に関わっているスタッフっていうのがロンドンにはいました。やっぱりお店作りって人が重要になってくるんで、よく分かり合ってるパートナーがロンドンにはいるということでですね、運営のお手伝いをしてもらおうとロンドンに決めたという経緯があります。でヨーロッパって一言で言っても、南と北では全然風土も違えば、人々のね体の大きさなんかも全然違うし、でもそういうね多彩な人たちがちょうどいい具合にミックスされてる、まあヨーロッパの象徴的な場所っていうのがロンドンかなというふうには思っています。特にファッションやカルチャーはロンドンがヨーロッパの中心ですから、やっぱりそこでねガツンと注目されるお店にしたいと思いました。お店で扱っている商品は、8割から9割はメイドインジャパンのものです。やっぱり日頃我々が触れ合っている日本のものづくり、こういったものをですね世界に発信していくという当初の目的に合わせて、かなり自信のあるラインナップになってます。で日本のものばかりじゃなくて、アメリカのブランド、イギリスのブランド、こういったものも扱ってるんですけれども、これはやっぱりクラッチマガジン自体がですねインターナショナルなところでファンを抱えているんで、お店もやっぱり紙面に合わせて、いろんな国のものをですね扱いたいなと思ってます。価格帯で言うならばそこそこ高い品揃えっていうふうに思ってる方も多いと思うんですけれども、でも確実にこの店に行けばいいものがあるよっていうふうにですね口コミで広げてもらってるようで、すごくそこは助かってますね。友達を連れてきたよなんていうお客さんも随分います。まあ我々のね、強みというのは、普段雑誌とお付き合いしているブランドなんかはですねかなり近い距離でお仕事させてもらってるんで、クラッチカフェとダブルネームでねものづくりをして限定で売っていくなんていうことも今積極的にやってますね。非常に好評を得てます。クラッチカフェの立地なんですけれども、ロンドンの中心地にあります。日本人でもね結構知られているオックスフォードストリート、リージェントストリート、このねクロスするオックスフォードサーカスっていうね、まあ、交差点があるんですけれども、神宮前の交差点みたいなところで、常に人がわんさかしているような、エリアなんですが、そこから徒歩で5分ぐらい、グレートポートランドストリートという通り沿いにあります。グレートポートランドストリートっていうのはリージェントストリートほど観光客とか、人がねたくさん歩いているっていうところではなくて、このエリアはフィッツロビアと言われているところで、これ本当にタイミングが良かったんですけれども、だいぶ注目を集めてきて、
ヒップなお店がですね、今どんどんオープンしたりとか、カフェとかもすごく多いエリアになってきてますね。クラッチカフェは BBC のすぐ裏手になるんですね。なんで業界の人々だったりセレブの人なんかも来ていただいております。ロンドンというのは日本と違って、非常に、ね、その古い建物、古い景観を残そうという取り組みが進んでます。我々クラッチカフェが入っている建物もですね、グレートリスティッド2というふうな、まあ、日本でいうところでは文化財みたいなね、赤レンガの外観で、非常にヨーロッパらしい、ロンドンらしい建物、ロンドンのそういう歴史ある建物にせっかく入ることができたんで、その建物にね、合った店作りにしていこうと。基本的にはそのままそこにアンティークの重機を入れてお店の形を作っていったという感じですね。インダストリアルスタイルはすごくクラッチマガジンとも相性がいいんで、建物の雰囲気とマッチした感じのお店になってるかなと思います。オンラインストアもウェブサイトでやってまして、ヨーロッパ各地、アメリカなんかはですね、かなりたくさんのオンラインのカスタマーを抱えてます。大阪で、クラッチカフェのセレクトショップではなくてカフェの部分と、まあ、本を売ってくれるスペースっていうのをですね、アパレルのジェラードというお店がですね、直営店を出した時にクラッチカフェ大阪っていうのができてたりするんですね。どんどんクラッチカフェの名前っていうのを世界中に広げていきたいなというのが今当面の目標ですね。クラッチマガジンのコンセプトが、時代を超え国境を超える世界基準のものと人、そうやって掲げているんで、まあ、お店も雑誌と同じようにね、国境も時代も超える世界基準の店になったらいいなと、まあ、ゆくゆくは、自分が生まれ育ったこの東京にですね、クラッチカフェというスタイルというかカルチャーというか、こういったものが持って帰ってこれたらいいなという、なんかそんな薄ぼんやりとした夢は持っています。